皆さんこんにちは、かほなんです。今日は買ったお山に来ております。北海道旅を終えて一回草刈りだけしにちょろっと来たんですけど、その時にいろんなこう秋の果実的なものを見つけたので、今日はそういうのを楽しんでいこうかなと思いますが、ぶっちゃけますとくるみが取りたくて、くるみの木が近くにいっぱいあることは知ってたんですけど、食べ方とかを調べてたらめっちゃ食べてみたくなったっていうか、採取してみたくなったのでそれをやっていきます。ではくるみちゃんの元へ行ってきます。で、さっき掘ってたらいちご的なものを見つけまして、私が知ってるその山のいちご、冬いちごとはまた違うルックスだったからわかんないんですけど、なんだろうこれ、気になるのでこれも採取してきます。ちょっとわかんないから手袋しとこう。何やろ、 Google 先生に聞こうにもここ電波がなくてこういうのできないんですかね。ここめっちゃある。わあ、これめっちゃ大きい。ビー玉ぐらいありますよ。こんだけ見つけました。かわいい。これが何イチゴなのかわからないので、電波のあるとこでグーグル先生に聞いてから食べます。食べていいやつなのかな。また旅だー。多分また旅です。面白いから撮っとこう。あとこれめっちゃ大きいやん。これそうや、さっきのこれを調べよう。なんかね、あんまりよろしくない気がするんだよね。じゃんこれだじゃん、こちらヘビイチゴでした。やっぱね、やっぱね、なんとなくそんな気はして、よかったあの場で試食してなくて。ヘビイチゴってさ、実際食べちゃまずいものなの？ヘビイチゴ食べれる検索。ヘビイチゴは食べても害はないけれど、美味しいものではありません。だって害ないの？ヘビイチゴには毒がないそうです。ないくて食べられるけど美味しくない、スポンジを噛んでいるような気持ちになる。だって、毒がないならちょっと食べてみないと、そこはね、ネットの情報だけでは何でも試して自分で感じるのがスバイドル。ヘビイチゴいただきます。はぁ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 、なるほどなるほどね。んでもまずいわけじゃない、ただ味がない。でもね、このなんか周りのトゲトゲの部分がパリパリっとしてて、食感はすごくいいです。味がないって言ってもほのかに甘いで、酸味が全くないので
ほのかに甘いパリパリの何かを食べてる感じです。いや、ありだね、ヘビイチゴ。全然私的にはあり。だいぶ前に食べた、なんかオレンジの、なんだっけ。口の中にめっちゃ毛みたいなのが残るやつ。あれよりずっと美味しいです。うん。あと、これがまた旅なのかどうか調べたかった。これは、また旅ですね。また旅です。もうちょい丸かったら、猿なしなんですけど、このフォルムはまた旅です。キウイっぽいし、猿なしっぽいけど、これはまた旅だと思われます。冬いちごなってるんですよ。私が知ってる山のいちごのスタンダードはこれです。かわいい。よいしょ。まだね、ここにトゲトゲのこれから咲くぜみたいなのが待機してます。これちょっと大事に育ててきます。この辺を草刈りしてて、なんかこの葉っぱ見たことあるなと思いながら草とかを刈ってたんですけど、この葉っぱイチゴじゃないってなって、急遽草刈りをちょっと高めで浅めで草刈りしました。そんな感じでイチゴも採取しときます。冬イチゴ、これは間違いなく美味しい。結構酸味が強いかも。もっと熟せば酸味は消えるのかな。なんか前食べたものより酸っぱい。甘みも十分。でも酸味が強い。なるほど。いやー、もりもりいっぱい落ちてるもんかと思った。